はい、どうも、百均です。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。ネックファン縦型、価格税込み770円の商品ですね。まあ、去年まであまり見たことないタイプかと思ったんで、今年の多分モデルなのかなというふうには思っております。価格はね、770円とちょっと高めなんですけども、夏場にね、首からぶら下げるタイプのこういう扇風機もね、活躍してくれる場合はあるかなと思いますので、今回はこちらをちょっと見ていこうと思います。色はね、白とピンクが売ってて、まあ今回白を買ってきた形ですね。パッケージに色の方は記載があるので、今年はまあそういった感じの2色展開が多いイメージがあります。これで今回発売された中では4種類目かなと思います。こういう感じでね、首からぶら下げる形と、スタンドで置いて使うこともできる。そういった感じですかね。まあ、バッテリーでの最大連続使用時間、強で1時間、中で2時間、弱で約5時間ということです。入力電圧で DC5V、最大入力電流2A、リチウム電池容量 1200mAh、充電時間が約3時間ということです。で、あとまあ、ここにあるんですけど、まあさっき言った風力は3段階切り替えで、スタンド付きです。充電はマイクロ B のケーブルを使うみたいなんで、このあたりがね、マイクロ B ということで、ちょっと型としては古いタイプなのかなという感じですね。じゃあ、早速中開けて、実際の商品見ていこうと思います。ネックストラップですね。付属してますんで、こういった感じのストラップがついてる。このストラップを取り付けてあげるタイプにはなりますね。だからこれ両方にね、ストラップ取り付けるところがあるので、これをまあまあ外して、ストラップがね、こういう感じで外れるので、ここにこういう感じで通してあげて、こうかな。はい、こんな感じですか。取り付けてあげれば、ストラップ取り付けできます。これ両方一応ね、取り付けちゃおうと思います。はい、こんな感じです。こうするとですね、ストラップ自体がそんなに長くないんですよね。本当に首からぶら下げる程度です。サイズが全体的に約40センチ半分であるんで、まあ80センチぐらいですかね、長さとしては。で、これよく見ると羽何枚とかっていうより結構いっぱい羽がついてる形、縦に入ってる感じですね。よくある水車とかね、ああいう感じの作りみたいに見えるものになっております。後ろにマイクロ B のね、コネクターがあるので、まあ充電するときはこちらに挿す形かな。ということですんで、マイクロ B の、ケーブル持ってきたので、一度充電挿してみます。よいしょ。すると、まあ赤いランプがつく。これでね、ここが青くなるのかな？説明書がないんですけど、うん、まあ赤くなってるので、満充電になると、説明書？あ、ちゃんと説明書も入ってますね。説明書もありました。ここのランプが青になったら充電完了ということです。今赤いんで充電中ですね。で、この状態でもこれ使えるのか、ここにスイッチがあるので、これ一回押してみます。すると、使うのは使えます。弱から始まるみたいですね。今弱です。で、空気自体はここから吸い込んで、上からね、この上の部分から出てる。これが中。強。はい。で、これで切れます。はい。ボタンの押す回数でね、弱、中、強で切るになります。で、まあ、充電を抜いた状態でね、使うんですけど、首からぶら下げて、この上の部分ですね。ここが風が出る部分。前から取り込む形なのかな。空気をこう取り込んで上に放出するっていう形になってるのかなと思います。で、こちら後ろに見るとね、ここにスタンドがあるので、これをこう上に上げてあげる。そうすると、スタンドになるんですけど、これロックはかからない感じなので、まあ、この状態で、こう置いてあげる感じですか。こうやって。置いたら、前から、こう風が出てきますよっていう。置いても使える。そういう形ですね。じゃあ、ちょっと風速を一度測ってみましょうか。うちの風速計でね、ちょっと測ってみます。
もう直当てです。ジャック、ジャックでこうですね、秒速 2.8m ぐらい、 2.9m ってとこですか。ジャックで中で 3.6 ですね。はい、で今日で 5m ぐらいですか。はい、今日で 6m ぐらいですね。 5.8、もう一回行くと、ジャック、チュウ、まあこんな感じですか。ジャックで秒速3メーター、チュウで4メーター、まあ今日で5メーターっていうところですかね、風速としては。まあまあ風はね、弱でも十分いい感じの風は出てるかなと思いますね。こう吸い込んだ風を上に上げる感じなので、首からぶら下げてね使うにはまあ悪くない感じかなとは思います。ストラップがねこういう長さなんで、まあ調整っていうんですかね、うん、そのあたりはちょっと若干難しいかなとは思いますけど、デザインとしてはねそんなに悪くない形してるかなと思いますね。まあ、サイズ感も横がだいたいね8センチ、で縦が11センチぐらいです。で厚みが約3センチぐらいになりますね。で、重量的なものが、ストラップも含めて 141g です。この持った感覚もね結構軽いんですよこれ。でまあデザインもねシンプルな感じで綺麗な形してるなと思うので、首からぶら下げて使う時でもまあ違和感はないと思います。変な、まあ、ただねやっぱり、ね、首からぶら下げて使うとなると、まあまあこの振動でね揺れちゃうんで、そのあたり気になる方はちょっと気になるのかなとは思いますが、まあまあサイズ感はねこうやって手で持っても使いやすいかなと思うので、こうやってで弱でもねそれなりに風は当たる感じなんですよ。で弱だと音静かなんで、この辺りはね弱で十分使えるんじゃないかなと思ってます。特にまあ首からぶら下げた状態でいけば、うん、悪くないんじゃないかなと思いますね。という感じの、まあ、ネックファン、こちらが新しくまた発売されてたかなと思いますんで、気になる方はまあダイソーの方チェックしてみてください。ジャンコードこちらになります。仕様とかもねこちらに書いてありますので、参考にしていただいたらいいかなと思っております。あの他のに比べてモーターのね消耗時間みたいなやつは記載はないので、最近出たわけではないのかな、ちょっと前なのかな。まあ珍しくねマイクロ B っていうのもまあ最近ではちょっと珍しいのかなとも思いますので、ちょっとまあ型は新しいのか古いのかはちょっと定かじゃないですが、まあ去年見かけなかったタイプなんで、こちら今回買ってみた商品になります。ダイソーもね、これからね、夏、アウトドアに向けても出てくると思うので、またね、ちょっといろんなタイプ、まだまだ出てきそうな気はするんですよね。去年とかも結構いろいろ出てたので、扇風機関連は、また夏に向けて、新しい商品見かけたら、紹介していこうかなと思います。まあ、充電式なのでね、このあたりはまあ、使い勝手はいいのかなというふうには思ってますんで、他のね、キャンドゥワッツに比べると、ダイソーさんのこういう扇風機は、種類もいろいろありますから、気になる方は、まあ、ダイソーの方ちょっとチェックしてみてください。ということで今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。